はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今回はオリオールズの話をしていきますが、8月2日にヤンキースに快勝してからずっと勝ちに見放されてきたオリオールズ、少し動画投稿をお休みしている間に連敗がとんでもないことになりまして、エンゼルスとの3連戦初戦に敗れて連敗は19に到達。しかも後でも話しますが、結構大差で負けるような展開も多く、本当に次はいつ勝てるんだというくらいの状態でしたが、8月25日エンゼルス相手に鮮やかな逆転勝利を収めまして、長い長い連敗についに終止符を打ちました。しかもこの試合は後半戦入ってから絶好調の大谷選手が先発した試合で、試合前はオリオールズ20連敗確定みたいな雰囲気すらあった気がしましたが、大谷選手相手にオリオールズ打線、マリンズの先頭打者ホームランを含む3本のホームランで5回までに4得点、さらにエンゼルスのブルペンを終盤攻略して8回に一挙5得点、連敗の止め方としてはこれ以上にないくらい気持ちのいい勝ち方だったと思います。あまりに勝ち星から遠ざかっていたせいか、連敗が止まった瞬間にオリオールズ公式ツイッターはこんな感じで、涙を流す絵文字付きの思いが詰まったツイートをしていまして、フロントとしては負けてもいい、むしろ再建も考慮したら負けた方がいいとすら思っていそうですけれども、そうは言っても現場はやっぱり一つでも多くの試合に勝ちたいという思いが伝わってくる、そんな瞬間のツイートでしたね。それにしても19連敗は近年聞いた覚えがないくらいの大型連敗だなと思っていましたが、2005年のロイヤルズが同じく19連敗を喫して以来16年ぶりの大型連敗だそうですね。マリナーズファンの私としては、マリナーズが2011年に17連敗したのが未だに強烈に記憶に残っていますが、それよりも2試合も長いわけですから、オリオールズファンの苦しみは相当なものだったと思っています。でもっと歴史を遡りますと、地区制が導入された以降では1988年のこれまたオリオールズが記録した21連敗が最も長い連敗のようですので、その不名誉な記録にもあと2まで迫っていた状況だったそうですね。実に3週間以上勝つことができなかったオリオールズですが、この間オリオールズの中でもいろいろと選手を試しては切ると試行錯誤もありましたし、また印象的な出来事としてはクリス・デイビスが突然の現役引退を表明するということもありました。そう考えると3週間というスパン、負け続ける期間としては極めて長いのは当然ではあるんですけれども、いろいろな出来事が起こりうるだけの期間でもあるんだなと実感した次第です。そしてこのオリオールズの19連敗、冒頭でも少し触れましたが、負け方もド派手という表現が適切かは分かりませんが、とにかく大差で負ける展開が多かった印象です。実際この19連敗の間にオリオールズが1点差で負けた試合はわずかに1試合、そして4点差以上、一般的にセーブシチュエーションではない点差の試合で負けた試合がなんと13試合、とにかく一方的にやられてしまう試合が多く、負けたけど今日は惜しかったという展開の試合を探すのが難しいくらい厳しい展開の試合ばかりの大型連敗でした。選手たちもこの連敗中どうすればいいのかわからない様子で、12連敗が決まった試合では先発投手のマット・ハービーが、自分も弱いチームに在籍したことがあるけど今のような経験はしたことがないという発言もしていましたし、エースのジョン・ミンズもリラックスして野球をもう一度楽しむしかないとまで言っていましたね。連敗が続けば続くほど深みにはまってしまって、逆にプレッシャーがかかってしまい、本来の力を発揮することができないということもプロ野球選手といえどもあるんでしょうね。で、勝っていないのである意味当然ではありますが、連敗期間中のオリオールズはとにかく投打の歯車が噛み合わない、それ以前にどちらも全く回っていないくらいの状態でした。まず打線、打率、出塁率、長打率はまだそこまで悲惨というほどの成績ではないと思いますが、ただ MLB 屈指の打者有利な球場を本拠地としていることを考えると、いいとは言えませんし、特に得点ですよね。19試合で55得点、1試合平均に直すと 2.89 点で、3点を切っているのではさすがにちょっと戦えないですよね。でもっとひどいのが投手陣ですが、連敗中の防御率は驚異の 8.56、 8.56、 8.56 か。19試合の間だいたい1イニング1点取られると考えると恐ろしいと言いますか、なんと言いましょうか、ちょっと言葉が見つかりませんね。FIP はいくらかマシといっても、防御率8点台の時点で運も何もない気がしますし、さすがに打たれすぎですよね。オリオールズは特に先発事情がかなり苦しく、エースのジョン・ミーンズかそれ以外かみたいな状態で、でそのミーンズも後半戦入ってから少し調子を落としてしまっている状態ですので、実際随分時間を要したわけですが、これだとなかなか勝ちを拾うのは簡単ではないでしょうね。投打にもう片方を支えるだけの力が連敗中は残っていなかったのが実情でしょう。
そんな悪夢のような連敗を終えたオリオールズ、多分選手たちはもうこの間のことは思い出したくもないでしょうが、ただ一つだけこの連敗がチームにプラスをもたらすとしたらこれです。そう、来年のドラフト全体1位指名争いですね。 MLB のドラフトの指名順は完全ウェーバーであるため、前年の勝率が低いチームから指名を行っていきますが、現地時間8月25日の時点でオリオールズは39勝86敗で、これは現在 MLB ワーストの成績。8月頭の時点ではダイヤモンドバックスが独走状態にあったんですけれども、オリオールズの19連敗という圧倒的な負けっぷりで一気にダイヤモンドバックスをまくりました。追いかけるという表現はなんか違う気もしますが、一転して追いかける立場となったダイヤモンドバックスとシーズン残り30試合強で 2.5 ゲーム差をつけている状況です。先日の順位予想の動画でも話しましたが、ダイヤモンドバックスはダイヤモンドバックスで5月と6月合わせて8勝48敗、たった2ヶ月で借金を40も作り出したこちらもなかなか恐ろしいチームではあるんですけれども、そのチームをオリオールズ軽々と上回ってきました。コンテンダーたちは順位の上の方で激しいプレーオフ争いを今繰り広げていますが、下の方は下の方でまた別の次元でレベルの高い争いとなっています。こういったいいドラフト指名権を得るためにシーズンを捨てる行為をタンキングと呼ぶんですけれども、まあ、タンキング自体はリーグ全体の競争に悪影響を及ぼしますし、決して褒められた行為ではないんですけれども、今回の19連敗はオリオールズの未来にとっては決して悪いことばかりではないのかもしれません。実際オリオールズのマイナーもかなり潤ってきました。3年くらい前までは MLB でも下位レベルのマイナーでしたが、今では2019年の全体1位指名のキャッチャーアドリー・ダッチマンが球界ナンバーワンプロスペクトですし、グレイソン・ロドリゲスもこちらも投手のプロスペクトとしては現在 MLB ナンバーワンの評価を MLB.com は与えています。彼ら以外のプロスペクトも充実しつつあり、今年の途中に MLB.com が各球団のマイナーをランク付けした際には、オリオールズが MLB でナンバーワンという評価にもなっています。で、さらに現状オリオールズは来年のドラフト全体1位指名を得られるポジションにも位置づけていますので、MLB 有数のマイナーシステムに来年の上位指名も加わると。もちろん MLB に近年上がってきた選手たちが思ったよりも活躍できていないなど、必ずしもオリオールズの再建の全てが順調というわけではないんですが、それでも今は弱いとバカにされがちなオリオールズも、数年後には若手のスター軍団となって2010年代中盤くらいのようにまた AL 東地区の上位争いに食い込んでくる展開も大いにあるでしょう。チームの再建は何かと痛みを伴う。ひたすらに弱い時期が続いて、プレーする側も応援する側も我慢を強いられる時期で、決して楽ではないと思いますが、この19連敗を、まあ、そんなこともあったよねと笑って振り返ることができる強いオリオールズがまた戻ってくることに期待し、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。